こんにちは、宮沢まりです。今日は簡単で楽しいディナーパーティーのレシピをご紹介しますね。かわいいおにぎりをパンダにアレンジします。材料はおにぎりと海苔だけなんです。ポイントは、染みてこないような汁気の少ない具を使うこと。それから熱々のご飯がいいですね。それから綺麗に見せるためにはサイズが揃ってるっていうことがとっても重要になります。だからお手持ちのおにぎり型をご用意ください。では早速作っていきます。今日は俵型のおにぎりの型を使います。一度に3つが作れるわけですね。これで、おにぎりを作れば必ず同じサイズのおにぎりができるわけです。これを一つ一つラップに包みます。おにぎりは傷みやすいので、食中毒の心配な季節だけじゃなくて一年中通してできるだけ触らないようにこんな風にラップに包んでおにぎりにしましょう。ただおにぎりをラップに包んで成形するとちょっと硬くなってしまいがちです。硬くなったおにぎりは美味しくないので、こうやって握る時にはそっと形を作るようにしましょう。さあ、こんな風に具の入ったおにぎりがいくつもできたといたします。これをパンダさんにしていきます。細長く切った海苔を1本、これが1匹分のパンダの手と足になります。それ以外の海苔で顔やそれから尻尾のパーツを作ります。こんな風なパンダ型のパンチがあればそれを使います。ない場合にはキッチンバサミで切ってください。で、目とか耳とか2つあるのを作るときには海苔を折って重ねてハサミで切ると同じ大きさのが作ることができます。ではこの帯状の海苔を使って手と足を作ります。先ほど握ったこのおにぎりですね、ラップをしたままちょっとこれを当ててみてください。手はどの辺までかな、このくらいかなと。で、海苔はちょっと湿気で縮みやすいのでこのくらいっていう希望よりもちょっと長めにします。この辺かなと思ったらここをこうやって切って、でこちらが上がって、こっちの残った方はこっちも半分に切って、これが足になるわけですね。で、この手の先っぽのところがちょっと丸い方が可愛いので2つに折って、こんな風に切って、ここをギザギザに切り込んで手の指を作ってあります。そうするとこんな形になりました。足の方も四角いままでもいいんですけど、角がちょっと丸い方が可愛いので重ねて切ると2本の足がこれで一度にこんな風にできるわけですね。たくさんご家族の分だけいくつもおにぎりを作る場合には最初にこうやって切ってみたら長さが分かりますから、一度に海苔を切って重ねて何本も作ってしまえばいいわけですね。ではラップで作ったこの俵型のおにぎりをこうやってできるだけ触らないように開いたら、どっちが顔になったらかっこいいかなってちょっと見て、この辺が一番綺麗かなと思ったら、まずはピンセットで顔の位置を決めます。こんな風にしてここがいいなと思ったらこうやってつけます。鼻とそれから口と、こんな風につけます。で、耳はちょっと上の方にこうやってつけて、糊がちょっと浮いてる感じがしますけれども、ラップでこうやって後でもう一回包みます。するとここへぴったりこう形に馴染むようになりますので、それはあっちに。ではまた触らないようにこんな風に今度は上半身を出して、先ほど作ったこれを手の端っこはこの辺かなって一応決めてなくて、くるりと巻いていきます。で、途中もし切れてしまってもそこからまた貼れば大丈夫。こんな風に手が前で合わさるような感じにして巻きます。それから丸く切ったのでお尻の尻尾を描いてつけます。そしてさっきの手の残りで切りました、端をここへこうやってちょっと前から見えるような感じでつけてあげます。こんな感じですね。
で、ラップでちょっとこう押さえて、軽くこう前にこう、そら豆みたくちょっとこう曲がってる感じにするとパンダらしい感じになります。これでこんな風にやってあげると可愛いパンダができました。いかがですか？簡単ですよね。海苔を切ってあげたらお子様も一緒に組み立てたらすごく楽しくなっちゃうと思います。パンダのおにぎりがたくさんできました。こんな風に、いろんな方向を向いて並べてあげるとなんだかもぞもぞ動いてるみたいな気がして、もうアニメーションですね。端っこのが今動いたかもしれないみたいな感じになって楽しいですよね。ディナーパーティーですから他にもたくさんご馳走があると思いますので、パンダさんだけでお腹がいっぱいになっちゃうといけないので、まあ、このくらいでいいとしましょう。ではこれを盛り付けていきます。春のディナーパーティーですからやっぱりお子様の大好きな揚げ物ばっかりだけじゃなくて、こんな、菜の花のおひたしとか、それからタケノコとかコモミですねの煮物、それから、タラの芽の天ぷら、こういったものも一緒に、飾ってあげましょう。パンダは竹の笹を食べたりするわけですからとっても相性もいいですよね。盛り付けるときにはせっかくこういう風に輪になっているので、ここにそういったおかずを入れて盛り付けてみたいと思います。でこのまま盛り付けると平たい感じになって寿司桶みたいになりますよね。それだとちょっと、格好が悪いので、そんな時にはここにこう高さが出るようなものをしつらえてあげるととってもおしゃれになります。せっかくディナーパーティーなので時にはこんな風に足のついたお皿を使ってみるのもいいですね。それだけでテーブルに高低差ができるのでちょっとリズムができて素敵です。もっとパーティーっぽくするには、例えばこんなカクテルグラスを乗せてもっと高さをこんな風に出してみるととってもおしゃれな感じになります。真ん中にまず、季節の煮物を入れてみましょう。こんな風に、おかずを盛り付けてみました。汁気のある煮物などはこんなシリコンのカップに入れています。鶏の唐揚げにはレモンを添えて彩りをよく、それからタラの芽のお天ぷらと、タケノコ、菜の花、こもみなど春の季節のお野菜も入れています。季節感のあるディナーパーティーはおしゃれですよね。ではこのカップのところですね、せっかく高さを出したところ、ここのアレンジをしてみたいと思います。ここのお皿は何といってもパンダおにぎりさんがメインになりますので、主役のパンダさんを一人ここに乗せてみましょう。カクテルグラスはお酒を飲むものですけれども、お子様も一緒のパーティーですのでお酒なしで、でもこのグラスを出すことで急にディナーらしい感じが出ますよね。レタスとハムをこんな風に乗せました。ハムは薄切りのハムにして、こういう、三角錐のところに入れた時に素敵なフリルが出て柔らかくて美味しそうな感じを見せてあげるようにします。そしてここへパンダのおにぎりをこうやって入れてあげます。お花畑にいるパンダさんみたいですよね。そしてパンダさんがちょっと彩りが寂しいのでトマトなどを添えてあげると、こんな風にボール遊びをしているパンダさんみたいになるわけです。高さも出ましたし、それからすごくここのところあれですよね、注目を浴びて今日の盛り付けは一体何って言っていただけるポイントがこれでできると思います。この周りにではパンダさんのおにぎりをレタスと一緒に盛り付けます。こんな風に周りにレタスを敷きました。ここにパンダさんを乗せていきます。乗せる時には先ほども言いましたけれども、みんなお行儀よく並べるよりもちょっとあちこち向いてた方が生き生きと可愛らしい感じになります。こんな風に出ていきます。こういうところはお子様にぜひお手伝いいただいてワイワイ楽しんでいただけると嬉しいと思います。はい、こんな風にして並べていきます。はい、パ
ンナさんのおにぎりが並びました。たくさん並んで賑やかですよね。みんな同じ顔なのに並べ方をちょっとこうあちこち向かせているとすごく個性的な感じがしてとっても可愛らしい感じになります。このカクテルグラスで高さを出したことでちょっと改まった感じも出ますよね。ディナーパーティーでも楽しめるおしゃれな可愛いハンバーガーを作ります。ハンバーガー自体はこんな普通のものです。いつもの白いパンやこういうパンにお好みのハンバーグとか挟みまして、それからチーズを挟んだりレタスを挟んだり、こんな感じでいつも作っていらっしゃいますよね。こちらも同じ風にするんですけど、こちらの方を顔にして可愛い動物にしてみます。では茶色いパンをクマさんに、白いパンをお猿さんにします。お猿さんの顔は赤いのでこのハムを使います。パンのお使いのパンの大きさによるんですけれど、こう丸いこの辺が顔かなっていう大きさのセルクルを使います。ちょうどいいのがなかったり、パンの大きさがちょっと変わってる時には湯飲みとかおチョコとかお家にある、丸いものをきれいに洗って使ってください。小さなお子様だったらすごい小さなパンで作ってくださらないと他のお子様が食べられなくなっちゃうので、ちっちゃなのにしてくださいね。ではこれで丸を切り取るんですけど、他に耳とか作りますので真ん中からポンって使わないで端っこの方を狙って丸く切ります。でこの残ったところでお猿さんの耳を作ります。ちょっと小さめの丸、これはよくある野菜の抜き型ですよね。それの反対側を使います。これを残りのところをこうやって切り取れば耳が2つできました。でここのところの両端のところは、例えばさっきのシルクのこの部分使いをしてこうやって切ってあげれば、ウサギさんの耳もできちゃうわけですね。そしてこの残ったところはサラダに入れてもいいですし、このバーガーに挟んじゃってもいいですし、食べれるところなので無駄なくいただくようにいたします。こちら側が顔になります。ここにこうやるんですけれど、ポロッと落っこっちゃいますから、ここのところに切り込みを入れて前髪のような感じですね。ここにハムを挟むようにして上げると取れないわけですね。ここに顔を作ってあげるわけです。でこの2つはここへ挟んであげればもうそのままお猿さんのお耳ができます。こんな感じですね。スライスチーズを、楕円のものがあればキャラッパって言いますけれども、こうやって切って白目を作ります。ではこの残ったところを同じ型でちょっとずらして切ってあげれば三日月型ができるので、これを口にします。黒目のところは海苔を切って作ります。キッチンバサミとかパンチを使って海苔で黒目を作ったら、この白目のところに貼っていきます。鼻も同じようにのりで作ってあげます。こんな風にするとウィンクしてるみたいになりますね。これでお猿さんができました。もしあれば赤いウインナーをスライスしてここにつけてあげるとベタになります。これで元気なお猿さんの顔ができました。いつものハンバーガーだけどすごく可愛くなりますよね。次にクマさんを作ります。先ほど使った野菜の抜き型の反対側の丸、これを使って口の周りのところを作ります。こうですね。でこれを
ソロの短いのですね、これをポンとつけてあげると、これで花ができました。これをここに貼ってあげます。で、残りのこのチーズを先ほど使った型を使ってポンポンと切って、これを耳にします。で、これをここへつけてあげます。出っ張っては今いないですが、ちょっと耳に見えますよね。で、目は先ほどのこのストローで鼻を開けました。これを使ってこうやってつけていきます。次に糊を使って、口や目を作ります。これでクマさんができました。どうですか？海苔とチーズだけでいつものバーガーがとっても可愛くなっちゃいますよね。お猿さんと並べると、なんかだんだんパンダもいるし、動物園っぽくなってきてワクワクしますよね。他にもこんな風に同じ方法でごま付きのバンズのハンバーガーをアレンジしたら、先ほど作っておいたハムの耳をちょっとここへこうやって入れてあげると、これでウサギさんもできちゃいました。こんな風に、3匹お皿に盛り付けてみました。ちょっとここのところが空きましたよね。ディナーパーティーなので改まった感じを出すために、ここにリボンとお花を添えてみたいと思います。使うものはやっぱりいいでしょう、お野菜ですね。お野菜を食べたいので、できるだけきゅうりを使ってリボンを作ります。こんなピーラーを使いまして、こうやって横に同じ位置を置いていきます。これで縁の緑色のリボンがどんどんできちゃうわけですね。こんな感じです。これを使って、ここのところは端っこなので、こうやってこんな風にします。こちら側ももう一つ、こんな風にします。2本で大丈夫。この端のところはリボンらしくなるように V 字にカットします。こんなハート型のこの角のところを使って、ちょんちょんと切ってあげればリボンらしくなりますね。お花は生ハムで作ります。生ハムを1枚で1つのお花にします。こうやって横に切ったら、1枚目、縁のところが上になるようにして、ちょっと開き気味になるように巻いていきます。もう1枚も1枚目の巻き終わりを押さえるようにしながら、開きながら大きなお花になるように巻いていきます。何枚も使えば大きなお花ができるんですけど、そんなのちょっとお味が濃いですしね。1枚で1つのお花ができるようにいたします。で、お花ができました。そしたら先ほどのこのリボンをこうやって重ねて、ここへお花を乗せれば、素敵なリボンとお花ができるわけです。これをここへ飾るんですけれど、ちょっとここがこう上がっているとリボンがこうなってしまいますよね。そんな時には、例えばこんな大きめのソーセージとか、そういったものを使って台にして、これをこうやって乗せてあげます。お花もこうやって乗せてあげます。
生ハムに塩気があるので、きゅうりのリボンはその塩気でどんどんこうしおれてしまいますから、これをする時には皆様にお出しする直前になさるようにしてください。リボンとハムは別々にしておいて、お出しする直前にこういうふうにのせた方が、この針がとてもパリッとした素敵なリボンのままご覧いただけますので、それだけお忘れにならないようにご注意ください。簡単ディナーパーティーの動物サラダを作ります。動物サラダと言いましてもとっても簡単です。ハムやチーズを動物の形にしてトッピングするだけ。ちょっと今までのところ難しいって思われた方でも、これだったらもう絶対大丈夫。いつもはサラダにクルトンとか、それから生ハムとか、そういったものをトッピングされてると思います。そこまでは一緒です。こんな風にお好みでトッピングなさってください。そしたらあとは動物の型に切ったチーズとハムを乗せていきます。こんな風な動物の抜き型とか、ハートとか星とか、お好みのものをご用意ください。そしてチーズやハムを切っていきます。たくさん切りたいなと思った時には半分に切って、型を抜くようにすると一度に2つできちゃいますよ。こんな風に折って、でうさぎさんとかクマさんとかハートなどを切り抜きます。そしたらこんな細いストローを使って、ここにこうやって目をつけてあげればぐっと可愛いですよね。こんな感じで作ったら、これを剥がしてトッピングしていくわけです。たくさん作ったら彩りよくこれを乗せていきます。いろんな向きになるようにすると、あちこちから見た時にこうそちらを向いている顔があって、その方がちょっと可愛くて嬉しいですよね。こんな風にして白いのあり、ピンクあり、オレンジあり、可愛くしていきます。はい、これで動物園のディナーパーティーのサラダが完成です。ディナーパーティーの野菜スティックと、それからグリッシーニをこんな風に動物にしてみます。このグリッシーニと野菜スティックに丸いソーセージを刺して基本の形になります。こんなちょっとタピオカ用の太いストローですね、これを抜き型にします。ここが顔にしようと思ったら、ここのところにこうやって穴をグッと刺してプリッと横にして1センチくらいこうやってくり抜きます。ここにこうやってこの刺したりとかするわけです。もう1個もこうやってくり抜いて、野菜をこうやって刺して、これもこうやって穴を開けたら野菜を刺します。これで基本の形ができました。ではそれぞれこれを動物にしていきます。耳を作るときにはここのてっぺんのところに切り込みを入れます。これにも入れます。ここのところは手を切るといけないので、お母様がなさってくださいね。で切り込みを入れたら、これは後でつければいいので途中外れても構いません。そしたらこれを、このキャラッパのこういう形を使って、こんなに長くは入らないからこの途中の大きさでいいので、こうやって切って耳を作ります。こうやって作ります。で先ほど切ったところを横をピュッと押さえると開くので、これをこうやって刺してあげれば、これでうさぎさんのシルエットができたわけですね。もしこのキャラッパをお持ちじゃない場合には、こういう丸い湯飲みとかお茶碗を使って、こういうところの丸いところを狙ってこうやって切ってあげます。そしたらこのキャラッパがなくても、こ
これをこうやって刺してあげれば、はい、同じように可愛いウサギさんができます。からソーセージで丸い耳を作ります。こんなチーズ入りのソーセージであれば一番可愛いんですけど、これも、先ほど切ったところを押さえてこれをこうやって入れてあげるとネズミさんみたいな耳ができます。こんな感じですね。からもう一つは、例えばこういう赤いウインナーを使って斜めに切ってあげると、この縁が赤い可愛い耳ができます。これも同じように横を開いて刺してあげると赤い耳のウサギさんができました。この耳を横からこうやって刺してあげるとお猿さんにもなりますね。またこういうハムを、ソーセージを使って耳を作らない場合には、先ほど首の穴を開けたこのタピオカ用のストローを使ってハムを2枚切ってあげて、これをここへ挟んであげると、ちっちゃいお耳のクマさんもできるわけですね。あとはここのところにマヨネーズをちょっとだけ目をつけたいところにこうやって塗って、口と目のあたりにこうやってあらかじめ塗っておいてから、パンチなどでカットしたこういう海苔をこうやって貼ってあげればいいわけです。こうですね。で、ここへこうやって刺してあげると、こんなに簡単に可愛い動物スティックができちゃいました。これで、お野菜の嫌いなお子様もちょっと楽しく食べていただけるんじゃないかなと思います。動物ができたらこんなグラスに立てます。でもあんまりたくさんなくてここに入れるとちょっと傾いちゃう感じで寂しいですよね。そんな時にはペーパーナプキンを使っていくんですけれど、素敵だなと思ってもこうやって入れるとこの白い方が外から見えちゃいますよね。こういう風にすると外が黄色いんだけど中は白くなっちゃいます。こんな時にはこれを2枚使って重ねて、こうやると内側も外側も同じ色になります。で、立てる量が少ない時にはこういう風にやってやると、たくさんシワができて少量でも綺麗に立ちます。そんなにもないなっていう時は三角にちょっとずらしておいて、三角にちょっとずらしておいて、これスッと入れてあげてこうやって広げるといい感じの分量になります。そしてこうやって入れてあげると、あんまりたくさんな、ぎゅうぎゅうたくさん入れなくてもしっかり立つようになるわけですね。いかがですか？とっても楽しいですよね。動物スティックの顔の作り方の応用で、こんな風にピザでも楽しむことができます。ピザの場合は顔に厚みがそんなにいらないので、この丸いソーセージを半分に切って、でここにペタッと乗せます。耳のパーツは同じように作って顔は半分に切ったものを乗せるわけですね。それからこんなフランクフルトみたいなものを輪切りにして、こういう風に顔を作ることもできます。こういう丸いソーセージがない時にはこの方法もいいですよね。で、赤いウインナーでリボンを添えたりハートを添えたりして可愛くします。で、みんな顔がこっちを向いているのはどうしてかっていうと、このピザを食べる時に普通この三角の中心の尖ったところから皆さん召し上がると思うんですけど、それをお口に持っていった時に動物が食べる人の方を向くようにこうやって中心をみんな向いているわけです。ちょっと可愛いですよね。
グラタンにトッピングしても楽しむことができます。どちらの場合も、焼き上がってからこの動物を乗せます。焼く前に乗せるとチーズとかグラタンに埋もれていってしまうので、焼いている間に顔のトッピングの準備をして、焼き上がったところでみんなでポンポンと乗せて、お楽しみいただければと思います。今日のディナーパーティーのパンダおにぎりとか動物スティックのテクニックはお弁当でも楽しむことができます。こんな風にパンダさんの兄弟が入っていて、スティックごとおかずの間に刺したりとか、そんな風にすればいいわけですね。簡単にお弁当のアレンジも楽しめるので、ぜひお試しくださいね。